理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第543回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と香織です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、物が見える仕組みと物が色がついてる仕組みみたいなことをお話ししようと思っていて、物が見える仕組みで、そこに物があるからです。そうそう、あの結構前に見えるってどういうことというタイトルで、配信をしていまして、いつ頃かなと思って見てみたら、2014年7月第74回でした。なんかね、もうずーっと昔にあのおしゃべりしてたんですね。だからポッドキャストアプリの人は、一昨日ぐらいにちょっとそう、ポッドキャストアプリの人は、古いので聞けないんじゃないかと思いますけども、ウェブサイトの方には音源が残っております。その時にはね、光って何みたいな話とか、色が分かるのはなぜかとか、あの自分が見ている色と他の人が見ている色が本当に同じかどうかって疑わしいよねみたいな話をしていました。で、あ、いやいやいや、そんなの分かんないっしょ。あ、分かんないですよね。あ、ねえ、あのほらほら、なんだっけ、肝体細胞と錐体細胞の、はい、どっち、錐体細胞カラーって、カラーが錐体細胞かな、ね、で一応一般的には、3種類の錐体細胞があって、三原色、まあどっちの三原色、光の三原色だから光の三原色違うけど、まあ、とりあえず3つのピークがあって、その肝体細胞の高分度の仕方で、その錐体細胞の三原色の混ざり具合で、あ、錐体細胞か、錐体細胞の高分度の違いで3つの光が混ざって色を認識するってなんか言ってたけど、4つピークがある人もいるんだよね。あ、そうだから、感度のバランスとかも人によって違ったりするし、なんていうの、それが何色っていう処理する方も同じかどうかの保証はどこにもないっていう。うん、そうそうそう、あのリンゴは赤いと思って見てるけど、他の人は 青く見えてても、その青を赤っていうふうに言葉として勉強していれば、青く見えてても赤ってその人は発生するわけだから、あ、同じ赤だねっていうわけだよね。そう、実際には違う色で見えたとして、脳が反応したとしても、そう、神経伝達がずれていても学習によって同じ色というふうに表現するってことがあったりするんだよね。うんうんうん、そうで、今日はその話じゃない話ができるといいかなと思っていて、あ、そうですか。11月のメールの、一通を読んでいただきたいんですけど、はい、あの寺見さんから来た、11月1日のメールの質問のところ読んでもらってもいいですか。はい、寺見さんからいただきました。滝を見に行った時ふと思いました。無色透明な水が落下中ところどころで白く見えます。どのような現象でしょうか、といただきました。ということで、ありがとうございます。で、ありがとうございます。泡、うーん、そうね。で、透明って何っていう話と、白い色って何っていう話を、しなきゃ分かんないんですよ。で、実は透明が難しいなと思っていて、白は、いろんな色が、さっきのでいくと、錐体細胞の赤と緑と青に感じる細胞がバランスよく、色を感じる、色というか明るさを感じると、まあ、白だったりグレーだったりするっていう、色のついてない、ものが見えるっていうのが白ですよね。だから同じエリアに、赤と緑と青の刺激が入ってくれば、まあ、白というふうになるんですけど、透明って何ってなかなか難しいんだよね。透明って何ですかね。絵を描くときに、私は描けないんだけど、よく題材としてコップに入った水ってあるじゃないですか。はい、あとはまあガラス容器とかね。そう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 、透明なものをどう描くか。で透明ってことは色を持ってないわけだよね。だから色を全部透過しちゃうわけだよね。だけど物体があるから、そこで少し色の屈折が起きるのか、反射とか、反射しちゃうと色が見えるのか。まあ反射も屈折も起きるんじゃないですかね。起きるのかな。そうすると
本当に何もなければまっすぐ入ってくる光が、透明だけど何かがあることによってちょっと曲がって歪んで見えるものが透明。どうだ。そうだから色のバランスが崩れないことと、形がある程度残っているけど歪んでいる感じが透明なものを通ってきた光の特徴になるんですけど、その、歪み方がどうなってるかっていうので、やんわりと歪んでいれば透明だけど、その歪みが細かく細かく細かくなってしまうと、歪みの中が混じりすぎて、白っぽくなっていくんだよね。だから、透明と白の中間みたいなやつがあって、泡立てた水みたいな感じ？あ、そうそうそう。だから、透明になってるんだけど、歪みが細かくなってくる。だから水滴が細かくなってくると、その歪みの、形が、歪んでるのが目に見えないぐらいというか、識別できないぐらいちっちゃくなると、混じっちゃうわけですよ、みんな色が。そうすると、白くなったり、もう一つ水の場合には、水玉がちっちゃくなると、あの向こう側の光じゃなくて、こっち側からの光が、反射とか屈折してこっちに戻ってくるっていう、虹の中にある水滴というか、そういう反射とか屈折っていう現象が、あちこちに向いて散乱する光として出てくることが、多くなるんで白くなるっていうのがあったりします。散乱、そうですね。ということで、涙を流しながらね、卵は産みません。なので透明から白っていうのは、なかなかグラデーションにはなってるんですけど、何はともあれ、一つ同じエリアの、網膜の中の同じエリアのところに、赤と緑と青の刺激が一緒に来れば、それは白っぽく見えるっていうのは、目の特性としてそうなっています。だから、色を見るっていうのは、あるエリア、小さいエリアに赤と緑と青のバランスがどうなってるかっていうので、その辺に色がついてるかっていうのが分かるっていうのが、色を見るってことなんでね。で、はい、その第74回でもお話をしたんですけど、香里さんも言った通り、錐体細胞は3種類しかありません、で、ね、赤っぽいところに感度が高いものと、緑っぽいところに感度が高いものと、青っぽいところに感度が高いものというのが、まあ一般的な3種類です、はい。で、その興奮の度合い、つまり、赤の強さ、緑の強さ、青の強さ、その3種類のパラメーターだけでしか色って見られないんですよ、なので、本当のリンゴの色っていうのを、例えば写真に撮ったり絵に描いたり、画面に写したり印刷したりしたものっていうのは、人間の目にはほぼ同じような色に見えるけれども、光のスペクトル的にはずれてる可能性がある。ほう。つまり目への信号が同じだったら、それは同じ色に見えるんだけど、本当に、現物が出している光の、ばらつきというか広がりと、テレビに映ってるもの、または印刷してあるもの、または絵の具で絵を描いたものっていうのは、人間の目に同じように見えるけど、測定するとずれてる可能性がありますと。まあ、一番わかりやすいのは、蛍光灯とかね、っていうのは白い光が出てきたりするじゃないですか。白い光はね、普通に、普通の白い光ね。そうだから、蛍光灯の下で、コピー用紙とか見ると白く見えますよね。で、そのコピー用紙は、炎天下、太陽の下で見ても白く見えますよね、で、ご存知の通り、太陽の光には、赤から、青紫まで、まんべんなく波長が入っているっていう光がやってきてます。赤銅黄緑青蓝紫ってやつね。そうそうそう、なんですけど、蛍光灯は、多くのもので3本ぐらい、または4本ぐらいの、蛍光剤っていうからの、蛍光剤っていうものの発光の、スペクトルがあって、虹のようには見えないんですよ。なんだけど、人間の目への刺激が同じだから白く見える。本当の太陽の光はグラデーションを持った、幅を持って大きな色を、だけど白に、白というか見えてるものと、はい、蛍光灯は3色で作って、3色ん3色のやつが、まあまあ、光炎色性って言って、綺麗に白が見えますよってやつは、3色出してるはずです、3色で同じ色として私たちには
感じちゃうけど、そうそうそう、実際は違うよね。そうなので、太陽の下で見た、色と蛍光灯の下で見た色っていうのは実はずれてることがあるんですよね、うん。特定の、波長だけの反射がいいとか悪いとかっていうのがあると、蛍光灯で見た時と太陽で見た時で色が違って見えるということがあり得ます、はい。で、この辺がまあ基本的なところで、前回も、お話をしたんですけれども、だいぶ前の前回ね。そう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 。で、本編の方では最初に色がついてる話と、うん、で、本編の後半では、よく見えるみたいな話をちょっと紐解いていこうかなと思っています。よく見える、うん、なんかね、くっきり見えるとかはっきり見えるってどういうことなんだろうっていう話。そう、はあ、なので、なるほどね、色と形の話をしていこうと思っています。はい、よろしくお願いします。さて、オープニングでどうやって見えるかって話をしたので、はい、もう皆さんは、目に入ってくる光の赤と緑と青のバランスで色が見えるっていうのはご存知だと思いますけど、うん、例えば太陽の光の下で物に色がついてるってどういうことかっていうのを考えてみたいと思うんですよ。はい、まあ、そんなの分かってるよって話もあって、太陽の光には、可視光と呼ばれる光が全部入っているんで、それの光の何を反射するかで色が見えるんだよね。赤い塗料は赤以外の色を吸収して赤い色を反射するから目に入ると赤い色が見える。いいですよね。はい、うん。青い、ね、なんか理解できないけど理解する。青いペイントは青い光を反射する、つまり残りの光は吸収されるわけですよね。そこまではいいですか。はい。で、一般的に青いとか紫外線の方が、エネルギーが大きいので、赤い塗料は、紫外線とかを吸収しやすいわけですよ、青い塗料とかに比べて、うん、傾向的に。なので、赤い塗料は消えやすいっていうか、紫外線によって、傷みやすいっていうのが傾向的にある。青系の方が長持ちすることが多い、一般的にね。よくね、面白看板になってるよね。あ、そうそう。で、黒だって紫外線吸収するじゃないかって話あるんですけど、黒は、色がついてない分、強い、光が当たっても壊れにくい材質で作れることが多くて。ああ、そっか。絵の具の、まあ、当然だけど、絵の具の種類というか組成によっても、まあ、当然同じ赤に見えても落ちにくい赤もあれば落ちやすい赤もあるかもしれないけど、紫外線で退色しやすい赤と しにくい赤があるんだけど、一般的に色付きのもの、でも一般的に、そうそう、他の色に比べるとってことね。そうですね。で、黒は、全体的に退色しにくい材質で作れることが多いんで、なので反射する光は、どの、光を反射するかで色は決まります。これはいいですよね、うん、はい。一番よく皆さんが見る、物に色がついてるってのはそういうことで、前もどっかで話したことがあるんですけど、木の葉っぱが緑色なのは緑色を反射していて残りを吸収してしまうから葉っぱが緑色に見えます。つまり、うん、緑色の光は他の波長に比べてつか割れにくいわけですね。ね、なんか葉緑体とかで緑色の波長でエネルギーを作ってますって習った気がするんだけど、そう、それは習ってなくて、光でエネルギーを作っていますは習うけど、緑色の光は効率が悪くてあまり使われません。なんかさ、すごい騙された感あるよね。ある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 。すごい、だって緑は緑の力って感じがするよね。そう、なんていうのかな、自然、ザ自然、体にいい的なさ。わかるわかる。植物の色ですって言うけど、植物の色じゃない、植物が拒否した色だよってことだよね。いらない植物がうまく使えなかった色です ね。で、光合成もね、陸上の植物はほとんど、赤っぽいところと青っぽいところのエネルギーを使うんですけど、そうじゃなくて、なんていうかな、やや紫っぽいとか赤っぽい、植物もあって、水中の海藻とかに多いんですけど、
そういうやつも光合成をしていて、そいつらは使う波長が違うんだよね。それで色が違って見えたりするんですけど、ということで、色がついてるってことは、光を反射するバランスが違うっていうのが一番最初分かりやすい話で、もう一つ、ステンドグラスとかね、セロハンとか、通ってくる光の一部が、なくなって残りが、通過してくるっていう、さっきの透明の話とちょっと似てるんですけどっていうタイプもあって、セロハンみたいなものは表から見ても裏から見ても赤いでしょ。例えば赤いセロハンって、それは、赤以外を吸収してしまって残りは反射したり透過したりするから、赤く見えるんだよね。で、一部の光は反射するけど一部の光は通すっていうタイプだと、表から見た感じというか光を当てた方からと光が通ってきた後見ると色が違っている、なんていうの、素材もあったりする。へえ。要は引き算をするから帰ってきたやつと通ったやつが別々に分かれるっていうタイプもあったりします。へえ。ダイロックミラーっていう名前で検索とかしてもらうと出てくるんじゃないかと思うんですけど、そういうやつは一部の光は通し残りは反射するっていうのがあるんで、表と裏で色が違うとか、光が入ってくる方向から見た反射光と通った後の光が違うってやつで、中で吸収はしなくて透過するか反射するかが決まっているっていうタイプのものもあったりします。で、あと、元々の光の元が一部の光しか出さないっていうタイプもあります。いわゆる蛍光灯ね。蛍光灯はそう、蛍光剤っていうのが、じゃなくて赤い光を出すライトとかそういったのに、少し前に水銀灯の話が出たりもしたんですけど、番組の中でね、そういう、特殊な、素材から出てくる光の波長は、すごく狭くて色がついて、例えばオレンジ色に見えるとか、白っぽく見えるけど実は太陽の光と違うところに、波長のピークがあるやつとか、あと、電球は熱が光になってるから、暑さによって色が変わるんだよね。高温になると白っぽくなるけど、温度が低くなると赤っぽくなるっていうのがあって、温度によってその波長の、それぞれに対してのエネルギーのバランスが変わるから色が変わって見えるっていう、発光体の色が違うっていうのもあります。ということで、目に入ってきた時に、赤緑青のバランスが違うっていうので色が見えるのはもちろんいいんだけど、色が発生するっていうのは、光源、もともと光を発するものがバランスがいいか、太陽が標準だとすると、例えば電球は赤っぽかったり、あとは、ナトリウムランプとか水銀ランプっていうのはところどころにピークがあったり、蛍光灯っていうのは蛍光剤の、作り方によってピークの位置が変わったり、ピークが少ないと色が変になったりみたいなやつがあったりするっていう、光源のものが違うのと、その中でどの部分を吸収してどの部分を反射するかっていうので、色がついていたり、あとは何を透過するか、通してしまって、通り抜けるというので色がついたりっていうので色がついてるっていうのがあります。はい。で、その他にある構造色っていうのがあるのをおまけでつけておきたいんですけど、構造色は構造色は光の波長、だいたい数百ナノメーターね。数百ナノメーターは、1ミリの1000分の1が1マイクロメーターで、それの数分の1から10分の1ぐらいにの波長ぐらいの、大きさのものがあると、そこで、光が、干渉し合ったり、することで、入っていった光と出てくる光の波長のバランス、つまり色が変わるっていうのが構造色っていうのがあって、物質的に色を吸い込んだり、要は吸収したり反射するんじゃなくて形的に色が見えるっていうのがあります。それ構造色って言います。シャボン玉の液ってあるじゃないですか、あれは基本的に無色透明ですよね、で、シャボン玉を飛ばすと、なんとなく虹色にしましまができませんか。できるできる。で、大きいシャボン玉を見ていると、しっかり観察するとね、そのしましまが、なんていうのかな、木星みたいに、こう赤道から緯度が上がるごとに、こう、色がだんだん変わっていって、北極の方が、
透明になるっていう瞬間があるんですよ。ほう、へえ。シャボン玉は膜の厚さっていうのが、うん、さっき言った数百ナノメーターから、うん、数マイクロメーターまでの厚さになります、うん、そうすると入ってきた光の中で、表面で反射するやつと中に一辺入って奥の膜で反射するっていう二重のものが見える、うん、あのガラス戸をこうやって見ると反射がこう二重に見えることがあると思うんですけど、こっち側と向こう側のね反射が重なって、うんうん、でそこの差が、数百ナノメーターだと、ある波長だけ強めあったりある波長だけ弱めあったりして色がつくんです。で、シャボン玉ってね膜の厚さは実は、吹いてすぐは結構ゆらゆらしてるんだけど、だんだん、上の方が薄くなって下の方が厚くなるのね。水が落ちてくるんです、どんどん。で、シャボン玉って、石鹸で、海面活性剤の油水油水油水っていうのが何層にもなった層があって、だんだん下の方にね一層ずつ落ちていっちゃったから、下の方が厚くて上の方が薄くなるっていうのがあって、一番長持ちするシャボン玉でも一番上のところが薄くなって一層になってそれがなくなると割れちゃうのね、うん、つまり北極側が薄くて赤道に行くに従って厚くなって南極側がとても厚いっていう、球体なんですよ、うん、そうするとシャボン玉の膜の厚さがじわじわこう、変わっていくんで、そこで、うん、さっき言った表面と裏面に反射したやつの干渉によって色が変わるんで、赤道から上の方に、色がだんだんこう虹色に変わって途中から透明になる。透明っていうのは、その干渉が起きないぐらい薄くなって、で、干渉が起きないぐらい薄くなるとそろそろ、限界で、石鹸膜が切れて破裂するっていうことになります。なので、シャボン玉の、うん、玉の厚みっていうのはその厚さで色が見える。さっき言った、ある周波数ある、波長だけ吸収するとか反射するじゃなくて2回反射したやつのズレで強めあったり弱めあったりして、色が見えるっていうのが、まあ、構造色の特徴です。ってことは、半透明なやつを何層も重ねたりすると、1層目で反射したやつ2層目で反射したやつ3層目で反射したやつっていうのが混じって反射光が出てくるんで、例えばタマムシとかの羽、タマムシ色っていうじゃないですか、うん、あとは真珠とかもそうなんですけど、そういうのは、半透過する膜が順番に重なっているんで、ある方向から見るとこんな色が見えたり、こっちの方向から見ると違う色が見えたりするっていう、それも構造色の一つで多層膜ですねっていうのがあったりします。で、モルフォチョウっていう、あの青く見えるのが有名ですけど、そういった蝶の鱗粉、その蝶が持っている、組織の中の羽にくっついてるね粉ね、うん、はちょっと特別で、何っぽいって言えばいいんだろうな、構造色の一種なんですけど、木の幹に横にこう枝が出てるイメージで、各枝が上から来た光を反射して枝の、一番下の枝、二番目の枝、三番目の枝、四番目の枝っていう枝の間隔が、決まっていて、入ってくる光が、帰っていくときに青色を強めるような等間隔に並んでるんで色が見えるっていうのが、そのモルフォチョウとかの、もので、うん、なので、形で色が見えるっていう構造色っていうのもちょっと特殊なところではあったりします、なので、なんだろうな、皆さんが色が見えるっていう話をしたときには発光なのか、それとも反射なのか、それとも構造色として色が見えるのかみたいなものを考えてみると、いろんなものの色がどうやってできてるのかっていうのが、不思議だし、考えると面白いんじゃないかと思っています。あとね、構造色って言っていいか分かんないですけど、散乱っていうのもあって、これもある意味構造色なのかな。光が空気の中を通っていくと、光の波長よりもとっても小さい粒々に、光が捉えられて、そこから再度光が出て反射するっていうのがあって、例えば、窒素と酸素の混じっている空気、俗に言う空気ですよね、うん、っていうのは、青い波長から赤い波長までで、青い波長の方が、
産卵しやすくて、赤い波長の方はあまり産卵しないっていうのがあるので、空気は、光が通ったところを横から見ると青く見えるんだよね。だから、太陽じゃないところの空を見ると青く見えるのはそのせいなんだよね。太陽の方は眩しくて見えないし、太陽の光は直接来るんだけど、地球に空気がなければ太陽がない方は真っ暗なわけですよ。月の写真、月の月面で撮った写真とか見ると空って真っ黒なんだよね。わかります？地球は空気があるんで、その中に、強い太陽光が通ってくるときに産卵って言って、波長によって、強さが異なる、色で、強さが異なる、異なる強さであちこちに光をばらまくんで青っぽく見えるっていうのが、レイリー産卵っていうやつです。で、はい、残った光が赤く見えるんで、長く長く空気の中を通ってきた日は赤っぽく見える。なので、光が通ってくると横から見ると青く見えて、通ってくる光が赤く見えるのはその産卵のせいで、さっき言った、色がついて見えるっていうのは、いろんな原因があって、産卵も構造色と言っていいのかもしれないですね。という感じで、色が見える原因っていうのをちょっと一覧してみました。皆さんが見ている、ものは、なんで色が見えるのかをちょっと考えてみてください。光がね、全くない状態で、色が見えたら、それは何かが発光しています。環境に光があって、色が見えるときには、多くの場合、反射と吸収されるものが、色が見えなくなって、反射して出てきちゃうものの色が見える。葉っぱは青っぽいところと赤っぽいところが吸収されるんで緑色に見える。赤い塗料は赤以外の、波長を吸収するから赤く見える。黒は全体的に吸収するから黒く見えるっていうことですね。ここまではいいですかね、はい。ということで、色が、まあ、見えるというか色が出てそれが見える話をしてきたんですけど、本編の後半はくっきり見える話をしようと思ってます。かおりさん、くっきり見えるってどういうことだか説明できます？逆に言うとボケて見えるってどういうことか説明できます？あの境界が、まあ、それが接してるものだとしても接してないその空間の中のものだとしても、境界がクリアに見えてるものがボケていない、でその境界が滲んでるというか、滲んでるのかな、やっぱり、なんでそうなるんですかね。結構そこってさ、絵画的にもさ、あった気がしたんだよね。なんか、そんな美術の時間っていうポッドキャストがありましてね、ちょっと有名な教養番組なんですけど、そこでやってたんですよね。絵を描きましょうって言うと、普通輪郭をまず線で描くじゃない。で、色を塗っていくけど、ある画家が世の中に輪郭なんてない。輪郭線なんてないってことね。あ、そう、輪郭線なんてないって言って輪郭線を描かなかった。あ、最近だな。ルネッサンスじゃなくて何？爆発？爆発？爆発しない。印象派の人たちは。あ、そう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 、印象派。そう、印象派の人たちが特にそういう風に言って、だからなんだろう、そう、輪郭線なんてないって言って絵を描いた。っていうのを聞いて印象派の印象が爆発したね。でもエッジはあるんですよね。そうね、そうじゃないと物の、違いというかあれはないからね、そう。で、目に見えるときにそれがくっきり見えるかボケて見えるか、同じものでもボケて見えることがあると思うんですけど、それはなんでか。それは目の奥の網膜への焦点がボケてるからです。お、焦点がボケてるってどういうことかっていう話をしなきゃいけなくて、目の中に入った光は水晶体で屈折をして、で正しくはその屈折をしたものがクロスするところ、交わるところに網膜があってほしいんだけど、いろいろ諸事情によりクロスをした手前、場合によってはクロスをした奥に網膜があった時にボケる。なんとなくね、
それで合ってそうな気がするんだけど。合ってそうです。分かってるようで分かってない感じもするじゃないですか、それって。いや、もう完璧な答えだと思ってます。凸レンズは、ある点から出た光を、レンズの全体でね、受けて、それぞれの場所で、反対側で、もう一回、一点に集めるっていう機能がある。うん、そこまではいいですよね。うん、だから、レンズが大きければたくさんの光を、取り込んで、くっきりしたものを網膜、まあ、焦点に集めることができる。はい。で、かおりさんが言ったように、焦点から、網膜、要はスクリーンみたいなものがずれると、被写体、映すものの、光が一点に集まらないんだよね。だから、黒い点があったとしても、その黒い点、あ、じゃない、黒い背景の中に白い点があったとしても、その白い点がちっちゃい点であったとしても、レンズを通って、反対側のスクリーンには一点に集まらないから、広い点になっちゃうんだよね。ちっちゃい点じゃなくて。それは、焦点がぴったり合ってればちっちゃい点だけど、前に行っても後ろに行っても大きい点になっちゃうんだよね。広がるから。うん、そこまではいいですよね。うん、で、それが、一点から出て広くなっちゃうのがボケるっていうことなわけだから、ピントを合わせるっていうことをやっても、もちろんくっきりするんだけど、さっき言ったレンズあるよね。目のレンズ。水晶体でもいいし、凸レンズ、はい、カメラのレンズとか虫眼鏡でもいいんですけど、そのレンズに、真ん中だけ黒くくり抜い、あ、黒い。真ん中だけくり抜いて、残りは真っ黒にした、板をかぶせて、レンズの真ん中だけしか使わないようにすると、その、ぴったり焦点があった時にちっちゃいものが前後にずれてもあんまり大きくならないでしょ、ボケが。光の広がりが。うん。わかります？レンズが大きい時には、レンズの端から端までに入ってきた光が集まってくるから、焦点があってる時にはちっちゃいけど、焦点が、ずれると、その、白い点が、ぼんやり大きくなるよね。同じこと言ってんだけど、もし、レンズがちっちゃかったり、同じレンズだけど真ん中にしか光を通さなかったら、焦点が合ってるところが前に行ったり後ろに行ったりしても、光の広がりは少ない。つまりボケが少なくなる。いい？はい。ってことは、焦点を合わせるためには、その正しいところにレンズとスクリーン、網膜を置くっていうのもあるんだけど、そのボケを小さくするために、レンズの真ん中だけしか使わないっていう工夫もある。カメラで言うとレンズを絞るっていうんだけど、そうすると入ってくる光の量は少なくなるけどボケは小さくなるよね、うん、っていうのが、くっきり見えるコツの一つ目で、人間の目には光彩っていうのがあって、明るくなるとそれがキュッてちっちゃくなって、暗くなると大きくなります。だから、明るいところでは、水晶体レンズの真ん中しか使いません。だから明るいところではピントが合いやすいです。ほう。でも暗くなるとピントがどんどん合いにくくなります。それは、水晶体レンズの端から端まで使うんで、全部のところから来るやつは、ちょっとでも、ピントの位置がずれる と、ボケが大きくなっちゃいます。で、目の悪い人がなかなか見えない時に目を細めたりしますよね。やりません？やります。っていうのは今の、レンズの一部だけを使うっていうのを目を細めることでやって、ピント合わせるとかボケを小さくするってことをやっています。で、ボケるっていうことは、つまり、出てきた光が一点に集まらない、または、その広がりがある程度以上大きいっていうのがボケるっていうことなんで、それを小さくするために普段は、まあ、いろんなやり方があるんですけど、目の場合には水晶体の厚みを調節して、どこの距離のものが網膜にぴったりピントが合うかを調節してます。うん、でカメラの場合には、そのフィルムと、レンズの位置を調整したり、要は、レンズ自体をね、フィルムから離したり近づけたりするっていうのでピント調整をしたり、あとは、うん、カメラのレンズって何枚もレンズがあるんで、その中の組み合わせを変えて、ピントの位置を変えるっていうのをやったりします。で、近視の人、育っていく間に近くにしかピントが合わなくなっちゃう人いますよね。近視って言うんですけど、うん、その人は、レンズが、要は水晶体が厚くなってしまうわけではなくて、うん、目が前後に長く育つんだよね。
わかります？普通のに育つと、近くから遠くまでピントが合うのに、育っていく間に、目が前後に長めに育ってしまうと、同じレンズ、同じ水晶体でも近く側にしかピントが合わなくなっちゃう。これが近視。はい。一方で、水晶体の、レンズの力に比べて、目の、前後の長さが短くなると遠くにしかピントが合わなくなっちゃう。これが遠視。ここまではいいですか？はい。だから、近視の人は目が前後に長いんですよ。目の玉が。で、遠視の人は前後に短いんです。っていうのがあって、水晶体、レンズの厚みを変えられる、目の中にあるものね。これの力が同じでも近くの方にずれて、ピントが合う、場所があって、または遠くの方にずれて、ピントが合う場所があるっていうのが遠視とか近視っていう、ものなんですね。それは、水晶体から、網膜、つまりフィルムに当たるところの距離が変わってしまうんで、レンズの位置、レンズの位置じゃないや、ピントが合う位置がずれちゃう。なので、メガネっていうのをかけて、凸レンズとか O レンズでピントの位置を補正してあげると、近くから遠くまで見えるようになるっていうのが近視とか遠視です。うん、ここまではいいですか？はい。なんですが、老眼って言って、近くが見えにくくなるっていう症状があります。で、近くが見えにくくなるっていうのは、水晶体を、厚くすることができなくなっちゃうっていうのが老眼です。水晶体を厚くすると、近くのものが、ピントがあって網膜にちゃんと焦点を結ぶんですけど、レンズが厚くできないとそこに、ピントが合うように調整ができなくなっちゃう。で、はい、遠視の人と違うのはなぜか。遠視の人は、目の、距離というか、前後の距離が短いので、ピント側辺が遠くにずれてるのね。だから目が、レンズでメガネで補正すると近くから遠くまで見えるようになります。水晶体が、厚くなったり薄くなったりできるから。でも老眼っていうのは水晶体を厚くできなくなっちゃうんで、今見えてるところの一番遠いところにピントが合うけど、そこから近く側にピントをずらすことができないのが老眼です。だから近視の人は、メガネを外すと、近くのあるエリアにピントがあって合わせることができるんだけど、その人が老眼になると近視の中でも一番遠くにピントが合うところ、すごく遠くじゃなくてある程度、手元あたりのところにはピントが合うけど、その他は合いにくくなるっていうになって、一方で遠視の人が老眼になると実は大変で、もともと遠くにしかピントが合わなかった人がもっともっと近くが見えなくなっちゃうんで、強い遠視用のメガネをかけるのと、もっともっと強い遠視のメガネをかけるっていうのを、使い分けなきゃいけないとかってなってしまうのが遠視の人の老眼で、はい、なので、遠視になるのと老眼になるのは違って、遠視は、ピントの合う範囲がずれる話、老眼っていうのは、今ピントが合わせられるところの、エリアが狭くなって遠い側に寄っちゃうっていうのが老眼っていうことなんですね、うん、ということで、ピントを合わせるためには、レンズで補正する、水晶体を厚みを変えるレンズで補正する、あとは、光彩とかをちっちゃくして明るいところで、ボケ分を小さくするとかっていうのが工夫としてあって、それでくっきり見えるようになります。で、私最近メガネを作り直して、まだ、発注だけして手元に届いてないんですけど、メガネ作るときって検眼するじゃないですか。視力の測定とかしますよね、うん、当たり前ですけど、うん、で、その時になんとなくピントが合っている感じがするんだけど読めないっていうのになっていて、で、これはさっき言った近眼とか、近視とか遠視とか老眼ではなくて、水晶体が曇り始めてるとか、網膜の中で、いくつか見えない点が出てるとかっていうのがあると、ピントが合ってるにもかかわらずくっきりしないっていうことが起こったりするとか、あとは、水晶体とか角膜のところがデコボコになって、変な反射をしてしまって、ピントが一番合っている場所なんだけど、焦点のところの点が少しぼやける、それも変な形にぼやけるっていうのになってるんじゃないかと思っています。で、物が見えるってね、
若くて見えているうちはそんなに 何の苦労もなく見えるんですけれども、だんだん、歳をとっていったり、または近視になったり、あとはまあ病気だとかなんとかでじわじわ見えなくなると、最初の頃は、脳が補完をして、見えないことに気がつきにくいんですけれども、ある時とっても困ることになったりするっていうのがあって、目はね一部しか見えてないのを脳で補完して全体が見えているような、気持ちになれるものなので、目の検査を特にね年を取ったら定期的にして、見える範囲が見える範囲というのはピントが合う範囲がどのくらいなのか、自分がピント合わせたい範囲がどれくらいなのかっていうので眼鏡を作る話と、さっき言った、デコボコがあったり水晶体の中に、濁りがあったり、網膜の中によく見えないところがあったりっていうのは、ちゃんと調べてもらえないと、分からないことが多いです。で、最近、網膜投影っていう技術があるのって知ってますか？もう全く分かんないよ。レーザーとかで直接網膜に、光を届けるっていうのがあって、じゃあそれこえ、物はないんだけど物があるように見えるってこと？一点だけではなくて、輪郭的な感じ？レーザーの強さを変えながら網膜に、光をこう縦横にこう振りながら届けると絵が見えるわけですよ。あの焚き火で松明を持ってブンブンブンやって写真を撮るとってやつ？というよりはさっき言ったピントが合うってことはどういうことかっていう話をすると、外の世界の一点から出た光がレンズの全体を通ってやってくるって話をしたよね。だから、レンズの全体を通ってくるから前後に、網膜が、ずれるとボケるわけですよ。でも、網膜レーザーによる網膜投影っていうのは、レーザーの細い光を目の外から、瞳孔を通して網膜に照射するわけ。はい。ということはどういうことかっていうと、レンズの要は水晶体の、全部なんか使わないわけ。本当に一部にレーザーがピュッて通ってくるだけなんで、ピントが合わないことがないわけ。だから、ピントを合わせるのが不得意な目であっても網膜投影っていうのはくっきり見えるっていう特徴があって、っていうのと、レンズが近くを見てるときも遠くを見てるときでも水晶体が厚みが変わるわけじゃないですか、で厚みが変わってもレーザーの網膜投影は必ずピントが合うんですよ。レンズの全体を使わないから。そうかそう。しかもその像が屈折した像が合わさるっていうわけでもなく、ちっちゃな点、網膜でちっちゃな点というかでしか認識をしないからボケようがないと。そう、それを、縦横に振りながら、強さを変えれば、目の中に映像が見えるわけね。なので、今その研究が結構進んでいて、2つ特徴というか使い道があって、1つは、目のピント調節がうまくいかない方でもくっきりした絵が見られるっていう視覚の補助として使う、そうすると外の世界は見えないというか見えにくいんだけど、カメラで撮った画像をそのレーザーの網膜投影の機械に入れて、見てあげるとピントが合った世界が見られるようになるっていうのが一つ、でもう一個はそのデバイスは半透過というかにできるんで、目の中にスカウターってありますよね。情報がこう現実世界の中にこう投影されて出てくるようなやつ、であれも仮想的な光学系で目の前の3メートルに、映像が映るっていうのと現実世界を重ねるっていうのもできるんだけど、そうするとすごく近くを見た時にはそこにはピントが合わなくなっちゃうんだけど、レーザー投影だと、手元を見てる時でも、すごく遠くのものを見てる時でも情報を、追加するっていうのが、ボケずにできるっていうのがあって、要は仮想現実というかミックストリアリティっていう現実世界の中に情報をね追加するようなことで使えるんじゃないかっていう研究が進んでいて、なかなか大変なのはね、目ってギョロギョロするじゃないですか、当たり前ですけど、で目がギョロギョロするとそれに追従してレーザーをしっかり同じところに当てるっていうのはなかなか大変なので、そこの技術が、今、難しいんですけれども、
今はそういう レーザーによる網膜投影って言って水晶体の屈折に頼らず映像を網膜に送り届けるっていう技術があったりします。ということで、目は、仕組み的にはね、水晶体で、凸レンズの役割をして外の世界のある一点から出た光が正しく網膜の一点に集まるっていうのが基本的な構造で、それをいろんなもので補助するまたは補正するっていうのをやってるんですけれども、テクノロジーは網膜に直接絵を描くと、光で絵を描くっていうのができる時代になってきていますというのが今日のお話でした。はい、はい、ということで、今日は物が見えるってどういうこと第2弾、結構時間入っちゃいましたけど、はい、色の話、外の色がどう作られるかって話と、ピントが合うっていう話をしてきました。はい、今度の週末にできてくる新しいメガネがくっきり見えることを祈っております、私は。はい。上のクリスマスプレゼント。はい、というかね、ちょっと前に今のメガネを、久々にこう、踏みつぶしたというかですね、寝返りを打った時に体の下に入ったというかですね、で、変に曲がってしまったのを無理やり直して使っているという状態なので、はい。で、新しいメガネがくっきり見えるといいなと思っています。はい、新しいメガネ。はい、くっきり見えすぎちゃうとさ、ゴミが目に入ってくるとね、ちょっといろいろあるから隠れててもいいと思う。いや、くっきり見えた方がいいです。とりあえず。でもほら、見えちゃうよ。いいです、見えちゃって。汚れとかが。メガネの汚れは見えないけどね。いや、違う。くっきり見えちゃうと、床に落ちてる汚れが見えちゃうわけじゃん。あ、わかります、わかります。私、お風呂はメガネ外して入るんで、お風呂の中の、汚れとかゴミが見にくいっていう特徴があるなと、自覚しております。そうです。お風呂綺麗だよね。メガネ外して入るから。メガネ外して入ると綺麗です。ね、はい、そう。気をつけないといけないなと思います。12月ね。メガネかけて大掃除をしましょう。はい、ということで、物が見える話をしてきました。今日こんな感じとしたいと思います。この番組、そんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールの宛先は lika@0438.jp rika@0438.jp です。またですね、番組の中でも言ってましたけれども、私たちのウェブサイト sonnai.com sonnai.com では、過去のエピソードなども聞けるようになっています。またですね、この番組のほか、そんなことないっしょ、そんなに雑貨店などを配信しておりますし、その他のいくつかの番組の過去配信のデータも入っていますので、来てみてください。よろしくお願いします。あとですね、audiobook.jp というサービスで、有料の聞き放題に入っていただくと、この番組が聞けるようになっていて、再生時間に応じて収入が入るようになっております。また、audiobook.jp では、音声におまけをくっつけて配信をしておりますので、もしよろしかったらそちらも聞いてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、そんな理科の時間第543回お送りいたしましたのは吉安と香里でした。それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら、ごきげんよう。